皆さんこんにちは、森田銀河です。まだどうなるか分かりませんが、いよいよ後期からまたダンスの試合も再開しようとしています。そこで今回は皆さんにもっともっとダンスの試合を楽しんでご覧になっていただけるように許可をいただいた選手のみになりますが、 JBDF のトップ選手を50音順で紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。まず最初のカップルは峯岸ソシアルダンスカンパニー所属、岡本圭介、塚越亜美組です。このカップルはですね、とてもスタイルがいいんですね、男性女性ともに。でダンスもこうスタイリッシュでこうクールなかっこいい印象のダンサーです。岡本圭介先生は選手会理事会の技術部の部長も務めてらっしゃってて、すごいいつも知的でリーダーシップの取れる先生だなというふうに尊敬してます。僕自身がそういうの苦手なので、とてもいいなって頭が良くてかっこいいなって思っています。塚越亜美先生はとてもフレンドリーな先生で、よく海外の練習場とかでこうお会いしたりすると、こういつもこう気さくに話しかけてくれる、すごいフレンドリーな先生だなっていうふうに思ってます。また亜美先生はまだ全然知らない頃なんですけど、こう試合会場、試合行くと朝すごい早いんですけど、こうね、よくこうやってうずくまってるんですよ朝で。そのまだ知らなかったので、こう先生大丈夫ですかって声をかけたら、あ、大丈夫です、ただの低血圧なんでっていう、そんな一面もあります。でなんかそのこううずくまっててこう静かにしてて、まあ、1予選とか2予選始まったらもうバリバリ動いてて、さっきまでのどこ行ったんだみたいな感じの先生です。2人ともすごい人柄も良くてこう温かいなんですけど、こうひとたびフロアの上に立つとすごいクールでスタイリッシュなカップルなので、ぜひ試合会場でチェックしてみてください。はい、続きましてはソシアルダンススタジオ成竹所属、河野ひろき、加藤七組です。この2人はですね、まあ、ご存知の方は分かると思うんですけども、こう選手の中でも割と小柄なカップルなんですね。ただまあフロアでの存在感っていうのはもう半端じゃないものがあって、すごいどこにいてもこう目を引くような、そんなカップルですね。この河野先生はよく高野先生って読み間違えられちゃうことがあるんですけども、河野ひろき先生です。はい、おしゃれなんですよ、とにかくダンス自体が。で僕もすごいファンで、前にそのルーティンがすごいおしゃれなんですけど、ルーティン自分で考えてるのって聞いたら、一応先生につけてもらったものを自分たちなりにこうアレンジしてるみたいな話を聞いたことがあって、まあ、そこら辺から考えてもとてもこうセンスがあるなっていう、まあ、特に僕はパソが大好きなんで、皆さんパソ要チェックですよ加藤奈々先生は、まあ、こちらも小柄な選手なんですけど、まずねヘアスタイルがこうバツーンってこうすごいショートカットなんですね。でそれがまたこうかっこよくて似合うんですよ。僕日本人で髪型が似合う選手ってそんなに多くはないと思うんですけども、ヘアスタイルからメイク、ドレスまですごい自分の良さを知っているというか、自分の武器をすごい知ってるなっていう女性だなって思ってます。まあ、ちょっとここだと奈々ちゃんっていうんですけど、奈々ちゃんはアマチュア時代から僕が仲良くさせてもらってて、すごいねポヤーンってしてるんですよ。ポヤーンってしてるんですけど、なんすかね、こうやっぱりこうダンサーってこうフロアに立つとやっぱこう人格が変わるというか、ポヤーンとしてるんですけど、もうクッみたいな、ギャッみたいな感じで、めちゃくちゃ迫力のある小さい体からどこからエネルギーが出てるんだろうみたいな、すごいダンサーです。本当であれば3月の、マカリメッセのセグエ選手権に初出場の予定だったんですけども、残念ながら、まあ、延期中止になってしまって、そのセグエを見ることができなかったんですけども、来年のセグエもぜひ皆さん楽しみにしていてください。もうとてもすごいかっこよくて僕も大好きなカップルです。はい、続いてのカップルは増田ダンスアカデミーパートナーダンスナビゲーション目黒所属、須藤達也、庄司真由組です。
このカップルは何といってもですね、まず衣装がすごい個性的なんですね。なので日本にいても海外にいてもすごいフロアのどこにいても目に入ってくるような、そんな存在感のあるカップルです。また社交ダンスってこう男女で踊るダンスだと思うんですけど、すごい5種目を通しても2人で踊るってことをすごい意識してるカップルだなって思って僕は見てます。あと須藤達也先生も庄司真由先生もとてもイケメンですよね。イケメン美女、もう美男美女カップルだなというふうに思ってます。まあダンス界ってすごい美男美女多いんですけど、この須藤達也カップルをこう例に挙げる人も少なくはないんじゃないでしょうか。またこの後増田ダンスアカデミーからもう一カップル選手紹介するんですけども、増田ダンスアカデミーは美男美女しかいないんですかね雇わないんですかねっていうぐらい2人ともこう花のあるカップルですね。須藤達也先生たちとはフォーメーションで一回こうご一緒させていただいてるんですけども、そこで垣間見えるダンスへのストイックさというか、その真面目さっていうのもすごい魅力を僕は感じてます。あと真由先生は九州出身の、アマチュアの頃から僕も知っているんですけど、やっぱ方言可愛いですよねとてもやっぱり綺麗な女性っていうイメージがあります。こちらもまたどんな衣装でフロアで見れるのか、皆さんも楽しみにしていてください。はい、続きましては城北ババアダンススクールパートナー下北沢ダンススタジオ所属、瀬底翔太堀川誠組です。翔太先生はまずムッキムキなんですよ。めちゃくちゃ体が作られていて、ダンサーとしてだけじゃなくて、もうまずやっぱ男性としての色気っていうのが出てますよね。やっぱりこう体かっこいいとかっこいいじゃないですか、まあ、僕もその憧れるうちの一人で顔も沖縄出身なんですけど、翔太先生イケメンだし体ムキムキだしダンスかっこいいし、とても2人のファンの人は多いんじゃないでしょうか。また翔太先生は僕がアマチュア時代の頃からもうプロのファイナルを踊っている第一線で活躍している選手で、そんな翔太先生が新しくこうパートナーシップを組んだのがこの堀川誠先生で、この堀川誠先生っていうのがまたちょっと変わった経歴の持ち主で、もともとはスタンダードの選手として活躍していた女性なんですね。それがこう翔太先生とカップルを組んで一気にラテン女子へとこう変わっていったんですね。で、僕やっぱりこうスタンダードってすごいエレガントなイメージがあると思うんですけども、もうラテンに転身してからというもののまあなんていうんですか、本当にっていうぐらいこう肉食系女子というか、もうかっこいいバリバリのラテン女子っていう感じに今なってるカップルになります。とてもなんていうんですかね、2人ともフィジカルがすごい強いなっていう印象があって、やっぱりこうダンス踊る上でやっぱり筋力っていうのはすごい大事なところなんですけども、そこもすごい魅力的だし、やっぱりこう男性としての女性としてのやっぱりしっかり役割っていうのもダンスの中に垣間見える、そんなカップルだと思っています。また、誠先生はですね、河野先生も本当はそうだったんですけど、社交ダンスの団体とは別に、まあ、技術団体っていう風にというのがあるんですね。そこでの、まあ、僕も副代表を務めていまして、誠先生も副代表を務めています。なのでそこでこうたまにいろいろお話しするんですけども、やっぱりですね、ポヤーンとしてますポヤーンとしてます本当は。なんですけどフロアの上だと、まあ、肉食女子みたいな、もう髪なんかもうバッサリ切っちゃって、もうめっちゃラテンラテンしてますよね。すごい肌も多分焼いてると思うんですけど、まあかっこいいですよね。すごい大好きなカップルです、2人とも。さあ続きましては桑原ダンススクール所属竹内ひろむ中島ゆうき組です。このカップルはすごい男性のひろむ先生が僕と年がすごい近いので、すごいプライベートでも仲良くさせていただいてるんですけど、もともとこのひろむ先生っていうのはアマチュア
の時にお母さんと一緒に組んで試合に出てたんですね。なので僕もアマチュアの頃から知り合いで、年も近いこともあってすごい仲良くさせてもらっている子です。ダイムって書いてヒロムってこれ読むんですね。僕は銀河って書いて銀河って読むんですけどもともとストリートダンスも一緒にやってたみたいで、セグウェイとかはですねすごい引き出しが多い、もうやっぱいろんなダンスが踊れるっていうのはそれですごい武器になるなって思ってるんですけども、こういろんな引き出しを持っているすごいマルチなダンサーだなと思っています。で、中島裕貴先生はですね、多分日本人のラテンの選手の中で多分一番足が長いんじゃないですかね。めちゃくちゃ足が綺麗なんですよ。なのでその長い足、手足からこう繰り出されるこうロンデとか、こう足をピタッて上げるようなステップとか、迫力がありますよね。めちゃくちゃかっこいいです。ゆき先生はそんなフロアの上と違ってこうプライベートでですね、またポヤーンとしてる、ポヤーンじゃないな、不思議ちゃんっていう感じですね。不思議ちゃんですね。なんか僕初めてそのブラックプールに行って一緒にこうご飯を食べた時なんかは、こうやって急に一人でこうやってやりだして、え、ゆきちゃん 何やってんのって聞いたら、右肘と左肘の長さをちょっと今見比べてるとかってやりだす不思議ちゃんで、僕はその時初めてこうってなりましたねなんですけど、この子もですね、フロアの上に立ったら豹変しますよね。もう全然ポヤンとしたこう優しい芸な雰囲気とはもう全く違うぐらいギラッとしてて、やっぱりこう内側から来るエネルギーっていうのがまた彼女の魅力の一つかなと思ってます。また2人ともやっぱり身体能力が高いんですよね。もともと結城先生バレエ出身ということで、そのやっぱりいろんな足を上に上げるとかそういうことももちろん含めてそうなんですけど、2人とも身体能力が高くて、もうこれも僕の個人の印象なんですけども、スタイリッシュな中にスポーツさがあって、そのスポーツの中にボールルームのエレガントさがあるっていう、すごい魅力的なカップルだなというふうに思ってます。もうなんていうんですか、ダイナミックでエレガント、もうすごいラテンダンスをすごいかっこよく表現しているカップルだなと思っています。こちらも皆さんぜひ競技会で足投げっていうふうに見てくれると嬉しいですね。はい、今日は前半5組のJBDF のトップダンサーを紹介していきました。また次回はですね、後半5組、紹介していきたいと思いますので、後編もぜひお楽しみに。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。